越川優越川優は、日本のビーチバレー選手、バレーボール選手、元全日本選手、日本バレーボール協会アスリート委員会委員、ボレアス北海道所属、ホリプロスポーツ文化部所属、石川県金沢市出身、ポジションはウィングスパイカー、姉は元岡山シーガルズの越川カ瞳美、金沢市立野田中学校を卒業後、高校バレーの名門、 長野県岡谷工業高等学校に入学。在学中の春の高校バレーでは2年生時にキャプテンとして準優勝。インターハイは1年生時に優勝、2年生時に準優勝、3年生時に3位入賞。3年生時での国体でも優勝を飾った。2002年、富山アジア大会で高校生初の全日本代表入りを果たす。 高校卒業後、2003年に V リーグのサントリーサンバーズに入団。2005年9月に行われた第13回アジア選手権ではベストスコアラー賞を獲得し、日本の5大会ぶりの優勝に貢献。2006年7月、サントリーサンバーズとプロ契約を結んだ。マネージメント会社はホリブロ。自身のスポーツ用品スポンサーはミズノ。2007年、 ワールドカップに出場。プリンスオブ、日本バレーというキャッチコピーが用いられた。2008年8月、北京オリンピックに出場し、一次リーグ A 組、第3戦目の中国戦にて、左膝の半月板を断裂。翌々日の第4戦目、ベネズエラ戦に出場するも、第3セットで、途中交代。第5戦目アメリカ戦は、出場を見合わせ、その後、帰国し、 手術が行われた。2009年7月、イタリアニブリーグのパラボーロパドバへ完全移籍した。同じ年のグラチャンは、左膝半月板再断裂のため出場せず。これは2009年10月9日の練習中に膝をひねったことが原因とのこと。2010年4月、イタリアニブリーグ8位にて、シーズン終了。同年9月、イタリアで行われた。 世界選手権に出場し、2次ラウンドで終了した。2011年4月3日、イタリアニブリーグ2位にて、レギュラーラウンド終了。プレーオフへ進出。同年5月11日、イタリアニブリーグプレーオフファイナル第3戦にて、サンタクローチェに3から2で勝利し、所属チームフィトパフォーマンスパドバは、来シーズンの A1 昇格が決定した。同年7月20、2011、 12シーズンの所属が決定。イタリア一部リーグ、フィディア・パドバで日本人5人目となる A1 プレイヤーとなる2012年1月5日のローマ戦ではリベロとして全セット出場。しかし2011年のワールドカップのメンバーからは外れ、2012年3月30日発表の2012年度、全日本男子チーム登録メンバー27名には入っていたが、 5月16日発表の登録メンバー20名、5月31日発表の最終登録メンバー12名には選出されなかった。2012年7月、サントリーサンバーズへの復帰が発表された。2013年7月、サントリー対談が発表され、8月5日に JT サンダーズに移籍した。同年11月のグラチャンバレーに出場。4戦目のイタリア戦では、 全日本首相の山村光太がベンチメンバーから外れたため、腰川が代わりにキャプテンマークがついた17番のユニフォームで試合に臨んだ。2013-14V プレミアリーグにおいて V リーグ歴代1位となるサーブ効果率21.1%を記録し、さらに最多得点部門でも日本人選手歴代1位となる532点を叩き出すなど、 JT の10年ぶり準優勝に大きく貢献し、関東賞及びベスト6賞、サーブ賞の栄えに良くした。2014、15V プレミアリーグにおいて JT 悲願の初優勝の原動力となり MVP を獲得した。2017年1月5日、JT サンダーズは腰川の今季限りのタイブとビーチバレーボール転向を発表した。2017年、 プロビーチバレープレイヤーに転校したが、2020年8月、ボレアス北海道への入団を発表。ビーチバレーボールの活動を続けつつ、インドアへ復帰した。2021年も、ボレアスと契約更新し、選手と同時にコーチ、チームディレクター、アカデミーアドバイザーとしても契約した。破壊力抜群の高速ジャンプサーブ、最高到達点347センチメートルの、 高さを生かした強烈なスパイクが武器である。以前はサーブレシーブを苦手にしていたが、イタリアセリエ A ではサーブレシーブを任されるなどかなり改善された。父親譲りの車好きだった。しかし、所属していたサントリーサンバーズでは、当時25歳まで車を買ってはいけないという内イがあったという。電車、バスなど他の乗り物も好きで、 将来の夢はパイロットだった。2013年7月に結婚。その後離婚し、2018年11月、ビーチバレー選手、石井美希との結婚を自身のインスタグラムで発表した。V プレミアリーグレギュラーラウンドにおける個人成績は下記の通り。ありがとうございます。